売り上げが半減した中小企業などに最大200万円を支給する持続化給付金についてフリーランスや今年創業した事業者の申請受付を来週29日から開始します。今今回新たたにに年1月月から3月の間に創業した事業し事者と収入を 雑所得や給与所得として確定申告をしていたフリーランスなどが対象に加わりましたサラリーマンの副業などは対象外です今年創業した事業者への給付は創業した月から3月までの平均収入と比べ4月以降の特定の月の売上が半減していることが条件です収入額は税率による証明が必要となります中小企業には最大200万円 個人事業主には最大100万円が給付されます。申請は従来の持続化給付金のウェブサイトで受け付けます。給付までの目安は、これまで申請から2週間程度としていますが、経済産業省は確認書類が増えるため、現状より時間がかかるとしています。ますこれまで持続化給付金の対象とされてこなかった、 主たる収入を雑所得または給与所得として確定申告したフリーランスを含む個人事業者の方々、2020年1月から3月の間に新規創業された事業者の方々について、新たに対象に加えることとしております。週明け6月29日より申請の受付を開始し、同時に申請サポート会場における支援も開始する予定です。できるだけ早い給付,を努めて給付に努めてまいりたいと思っています。